いしょ。写真撮ってきた。あのアイドルなんてやめてもらっていいですか。ちょっとおじさん、あのフルルアイドルやってるんですけど、あの写真撮ってくるのやめてもらっていいですか。一応アイドルなんですけど。ねえ、本当にあの事務所を通してもらっていいですか。パーク通してもらっていいですか。パークのスタッフさんちょっと今いないんですけど、アイドルなんですけど、アイドルじゃなくてもダメか。パーク通してもらっていいですか。おじさん、やっぱこのおじさん仲間じゃないよ。一生取られてるんですけど。おじさん強くないですか。おじさん、こうして電車の中のあの喧嘩とか始まるんですよ。こうやって車掌さん、車掌さん、え一生おじさん写真撮ってくるんだけど、これ、え待って、なんかめっちゃ撮られてんだけど、めっちゃ撮られてんだけど、私キュウリちゃんが面白すぎて笑ってたらめっちゃ撮られてんだけど、こいつ絶対 SNS に投稿するやん。なんかしかもええ感じのところだけ切り抜いて絶対投稿するやん。お前金取るぞ金取るぞおい誰の許可得て撮ってんねん。あーパークスタッフさん、スタッフめっちゃ追っかけてくるおいちょっと呼ぶぞ、私の後ろの者たちは呼ぶぞ、スタッフどんな角度で曲がってんねん。ピラティスやってる、もしかして。おっちゃんもしかしてピラティスやってる。すっごい曲がる、めちゃくちゃ腰柔らかいよ、うん、なんやこいつ。ほんそれでピラティスやってる。だからどこにカメラついてんの、どこにカメラついてんのそれ。投稿されるんだろうな。なんか改変されて変なとこだけ切り抜かれて、だなんか顔にモザイクもかけずに投稿する。お前顔のモザイクの描き方知らなそうだもんな。法廷で会おう。法廷で会います、あの人とは。めっちゃ盗撮してるめっちゃ盗撮してる。ピースめっちゃ盗撮してる。ピースなーに。イエーイツイッターにあげといて、いいね押しに行くから、ツイッターにあげといてね。あ、見たことある。これが噂の盗撮おじ。おじ。はい、というわけでですね、はい、ただいま緊急で動画を回させていただいております。おじです。はい、八番乗り場のおじことおじです。はい、本日はですね、なんかいつもと違うお客さんが見えてるようでですね、緊急で動画回してるんですが、ちょっと撮らないでもらえますか。あれですから、あのデジタルショットちょっとごめんなさい、あのちょっとやってないし、事務所に確認してください、ごめんなさい。ジェネバンのおじあのダメでしょ、盗撮はダメ絶対事務所通してください。あ、ダメです、パスタさんこいつです、逃げよう。探し物は何でしょう、見つけ、ちょっとピピピピピピー、こら取るんじゃないでしょ。さては取って TikTok にあげようとしているんでしょう、取るんじゃない、なんなんでしょ、逆に取り返しますか、取るんじゃない、危険あり、 TikTok に載せられます、盗撮はなんなんでしょ。